B ランクのモンスターを星4までしたら、うん、君本物だよ。あー、始まりました。どうですか、どこもちょこずつとかです。こちら、遊び人のごちゃひこでーす。ごちゃごちゃしちゃった。そして女勇者よきゅんでーす。よきゅん、これ、意味わかった？うん、ものすごい深い。俺まだね、B ランク星2までぐらいしかできない。それでも結構きつい。だ、それをやり始めたってことは、うん、こいつ本気だなってことを思う。なるほど。分かり始めたマイレボリューションって。やばい、若者分かるから。ねえ、ということなんでございます。ねえ、楽しんでやってるわけでございますね。はい。はい。久々のボケなんですけども、どうしましょう。よし、行っちゃおう。違うよ。もういい加減にしろよ。これ行き来するね。ごめん。間違えるわけないだろ。ね、ね、さあ、ね、今回張り切って行っちゃいましょう。いや、もう前回ね、見せどころなかったから。なんともないだろ。今ちゃんと魔法のね、地図選んで。まあここでは公表しなかったけどね。まあね。で、転生ね。うん、ね、もうやろうと、ね、お金がなかったね。そうだ。こんなバラエティに富んだものないですよ、これ。確かにね、うん。うん。ガチでやってますから。まあ今回もバシッとお願いしますよ。バシッといきましょう。はい、うん。さあ、皆さんも、これだけ並んでりゃね、お分かりかと思いますし、はい、もうジャス君と陽気運なんてポーズ。ね。ね。もうポーズ待ってますから。ね。はい、こちら、あの、スクエアエニックスから、日本の伝統と歴史ある人気 RPG シリーズ、ドラゴンクエストモンスターズスーパーライト、ハイパーレフト、ハイパーレフト、スーパーライト、スーパーライト、スーパーライト、うん、もう一回言って。ハイパーレフト、ハイパーね、だって左手。ハイパー、神の右手。ハイパー、余計が戸惑ってんじゃねえか。間違えてた。まだまだできる、まだできる、まだできるよ。笑ないとボケ。ね、あ、待った、ジャスク待った。どうしたどうした。あれ？あれ？なんだ？なんだ？向こうの方からアンクルホーンが飛んでくるぞ。おいおい、君たち守ってくれ。止まれ止まれ止まれ。あ、ドラクエさん。あ、ドラクエさん。ちょっとデスカイさん一転生しなかったんで、ちょっと持ってきちゃいました。そうなんですね。はい、ポップなこと言うな。ポップなこと言うな、ドラクエさん。アンクルホーン、ね、びっくりしたね。ドラクエさんが来た。これは偶然ではないって最近思ってた。飛んできたぞ。飛んでんじゃねえかな。いや、割と偶然だ。ちょ本当にちょっと近くまで来た。今回はどうしましょうかね。まずあれじゃないですかね、前回あのモヤモヤのまま終わった交換券を果たして何に使ったのかっていうね、あのゴージャスが、そうですよね、はいはい、はい、なんかですね、うん、コメントでも結構来てたみたいで、あ、コメントでね、あの、うん、ドラゴンさん、なんかヘルバトラが一番なんかその交換したらいいっていうコメント、おうおう、まあ結構振ってましたからね、その時も、あの時ももう星つけたらは神聖転生してどうのって話までしてましたから、うん、まあその次にもそうですね、グレーツェルとかは前回も交換してましたしね、エレティスとかキングモーモン、ソードフライ、ソードフライヤーっていうのは、うん、あれですね、星さんまで前なってましたね。そう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 。もう本物だな。もう勢いだわ。なので、それでっていうところなんじゃないですかね。で、悪魔神官とか寿司王丸とかっていうのもあったみたいですけど、うん、まあ、この辺割と最近クエストとかで流行っていたりとか、うん、特に悪魔神官神聖訂正して結構強くなったということらしいので、うん、なんじゃないですかね。はい、あの人は悪い顔してるんですよね。何したの結局。果たしてゴージャスは一体何のモンスターにしたんでしょうか。なんで次回に繋ぐんだよ。なんで次回に繋ぐんだよ。もう行った方がいい？行きましょうよ、教えて。もうすごいお察しがいい。ヘルバトラ、ヘルバトラにしました。おお、ヘルバトラのね、で、ね、何して？ドラクワさん、うん、で、神聖って、あれですか、もう、星付け、星、もう付けちゃいました、もう。で、神聖転生もしちゃった感じですか。しちゃって、お金もちゃんと貯めたんで。なるほど。おー。
じゃああれですね、闘技場で結構いきなりぶっぱして駆逐できたりしないですか。あのちょっとあのウェイトが重すぎて外してそうです、ね、ちょっと今収録の時あの、ね、ウェイト80ぐらいなので結構ね、あなんですよ、だから縦マシンを今欲しい、ラク C、B ぐらいか、B ぐらいそれを感じたんですよ。俺ここまでやり込むと本当にすげえな、やべえな。ただそのウェイト80でも空すればランク SS も入れられたりするんで、そう、大防御とかも使えるようなねやつをね。ドラクワさん、はい、ちょっともうそろそろそうそう、あのちょっと本題いきましょう。何します？なんかね、はい、まあちょっと普通にクエストをまず回ってみましょうか、ね、あ、ジャス君に。そうですよね、はい、頑張れ。何でもいけると思う。何いきます？いや、何でもいけるの、うん、で、まあ今だったらば、うん、まあ、今っていうかそのイベントもまあちょっとやってるんですけど、はい、あの定常的にあの竜神王の試練っていうちょっと難しめのクエストがあるので、うんうんうん、その辺をそろそろチャレンジできるんじゃないかなっていう気は。おお、どうかな、いけると思う。私ね、もう竜神王はね、うん、1個目のやつはね終わっておりますね。おお、1個目はね割といけるんですよ。いけるんですね。すごい感じ出さないと。いや難しいですよね。知ってます。それも結構前で、で、うん、その勢いで多分この次の深緑、うん、侵略の恐竜、はい、うん、深緑ね、うん、これはあのやられておりますね。難しかったんですか。これいっぱい出てくるんですよね、雑魚が。そうなんですよね、うん、結構仲間呼んでくるんで、まあその辺をうまくこう処理しつつ、うん、ね、倒していくっていうような感じにはなるん で、 でもこれがやったのいつだろう、なんか結構前だから、もう多分もう格段に違うんですよ。自分でも怖いもん。そうだよね、ガチでだもんね。でも172だもんね、レベル。すごい。じゃあ行く、ジャス君行く、行く、行く。いやでもね、一、うん、回ね、一回もうメインディッシュだから。メインディッシュ、メインディッシュ、前菜がある。前菜ちょっと余キュンチャレンジよ。俺はだ言ってる、わいせつする。余キュンはいいモンスターいっぱい持ってるのに育ててないから何も言ってない。ライト層だから、ライト層でももうゆっくり何か行きなさい。何か行きなさい。じゃあの前菜の、うん、あのわいせつとして軽めのね、どこ行きます。ドラクワさん、なんかやっとかないと、やっぱりちょっともしかしたら公開日に終わっちゃってるかもしれないですけど、うん、今最果ての魔大陸っていう、はい、スペリオとか、うん、そういったものが仲間になる、うん、ガルハートね、そうガルハートですね、うん、が、やってるので、ここはそれなりに、うん、手応えもありつつ、うん、割と優しめな感じかと思う。ライト層でもいける、うん、じゃあそこに、うん、挑戦してみる、うん、もう多分超級はいけると思います。いけない、いけない。いや超級でいいよ、初級で。言うても言うてもね、言うても全部 の、 SS とかのレベルをね、うん、もう80まで上げてればもういけんの、完全に、うん、絶対にいける 100%、うん、いけなかったらどうする、うん、いけなかったらびっくりする。はぁっつってお前何やってんだろう、お前何やってんだろう。よっしゃ、ね、余球がまずは、はい、挑戦だ。よし、ね、じゃあ画面、はい、余球のでいきましょう。こちらです。ドン。はい、ということで余球チャンネル、ちょっといいですか。何ですか。画面見えません。すぐここにいたら画面にあの鈍化ぶりだったんですね。びっくりした。ヨキュンちゃんの、お、ヨキュンちゃん、お、いいメンバーですこれ。マソ、マソマソで。そうです、ダブルマソ体制を先日の学びましたので、ね、いいですね、これは。むしろ真空の空気流とかもいけるような気がしますけど。ほら、いけるって。いきます。なんかもうドラクワさん曰く、うん、これもうモリモリじゃねえかよって言ってますよ。まあ、いけんだもんね。全てを注ぎ込んだこれパーティーなんで今。じゃあまあとりあえずこれはこれでいきます。これはこれでじゃあ、メインディッシュがいるんだよ、ちょっと。そうですね、前菜だから。そんな盛り上がっちゃうと俺困っちゃうから。確かに困っちゃう。ね、それはあるかもしれない。前回の二の前になるから。前回勝ったんですよ。勝ったんですよ。はい。しっかり見てください。よし、それではいきましょう。はい、冒険する。冒険して。ここはあれなんだっけ、木の実みたいなね、もらえますから。そうですね、ガルハートとか、ね、
を育てるために。スペディオとかね。デモンスペディオに合わない方がいいんでしょ。あ、俺ちゃんと回避のところ分かってるから。うん、めっちゃ危ないね、一番。大丈夫です。ちゃんと。そっち行けって言われる。痛いな、でもな。いや、ダメ、そんなに時間短縮しないと。あ、左手嫌うんだけど。右行って、上行ったら、ミノタウロス。ミノタウロス。タウラス。こいつちょっと、ワンパンして、あー、いけるかな。いけるな、これ。全然、大丈夫。そろそろちょっと。あ、しみ、回復する？一回回復する？どう、あ、ベホマ、ベホマにね。ベホマにするね、じゃあ。ベホマな。使っても大丈夫。もったいなくないかな。じゃあ、取っとこう。取っとくわ。あ、間違えた。やったー。間違えた。あ、隣来ちゃったじゃん。エロスペの方だった。嘘つけ。うる覚えだった俺もちょっと。え、どうしよう。もうこれね、でもマスをするしかないよ。あの、うん、オートでいけると思う。あの、ガンガン行こうぜのオート。本当に？あの、こういうの来ない。こういうの。何？何？マソでこれ、これあるじゃん。なんだろう。何のこと？マソの使う。触ってます。僕全部。マソ持ってないから。この技が何なのか。マソ持ってないから。あ、ほら。危なかったー。危なくない。全然危なくない。危なかったよー。全然だよ。危なかったー。木の実取ったな。うん。なんで嘘つくの？間違えたの？的確にここに案内しようとさ。違う、ここに入る前もちょっと間違ってた。ちょっとうろ覚えだったの。うろ覚えだったからしょうがないの。でもまあちゃんとあれですよ。全然違うじゃん。ここじゃミッションもあるんで、ちゃんとお金がこれで手に入ったりする。そう、お金が入ったんだよ。あとあの聖なる木の実とかも出やすいんで、ちゃんと倒すんだときは倒したから。ほら、ミッションね。ミッションもクリア。倒せなかったら大変なことになったよ。ほら、マソの元。マソの元。味の元みたいな感じ。マソの元。いや、なんかどんな味がするんだろうね。これもう本当にガンガンにして、ガンガン行こうぜ。作戦変更？うん。ガンガン行こうぜ。一回 AI にするよ。分かった。大丈夫、多分行く、大丈夫だよ。俺だって AI できちゃうもん。食いちぎる。分かった。柔らかそうだもんね。よし、これで終わりだ。やっつけたよ。まあな俺の的確な指示だ。変な案内をされたからさ、ね、はい、うん、そんな言ってない、うん、あーメインディッシュ行きましょう。あ、渡す、うん、時間がもうでも、いやいやいやメインディッシュよろしくお願いします。じゃあもんじゃおうか、うん、じゃあ私の端末にチェンジ。はい、ということでメインディッシュいきましょう。新緑の巨竜、うん、これ、あ、見てください、これ私のハドラーがね、うん、うん、ね、無料のチケットで、ね、聞いたんですよね。無料のチケットで私ね、ハドラーをね、すごい、無料チケット引いた方がいいよ、みんな出る方がいいよ、出るからガンガン引こう、うん、こんな出るんだと思って。さあ、これでいきたいと思います。まっ、それでは冒険する。うん、いいよ。さあ、すぐ来ますからね。はいはい。お、週に一度だけ福引き券。あら、あ、すごい、まさに文字が時間のここに刻まれてるわけでしょ、ここに具体的ですね、うん、すごい話ですね、うん、はい、あ、同じです。よし、行きましょう。さあ、ここ僧侶は読めないとこなので負けたら終わりです。うん、そうですね。晴れてるね。まあ晴れてるね、これね。すげえ。ういワンコロリンに何をする。これよ、これ仲間呼ぶのよ。
仲間呼ぶのよ、ちょっとね。ドレアムちゃん2枚体制だから。そう。ちょっと、俺流のこの AI 駆使した戦い方でいい？ちょっと、本当に、もう家でやってるみたいな感じで。うん。でも、いい感じですよね。いい感じでやってる。着々と、呼び出された子たちを倒して、ここで一回ね、選ぶのは一回選んだりするんですね。ワンちゃん助けたいけど、いや今日はこれでいい。どうしてワンちゃんを助けないの？大丈夫、やられる方が待って、すごいスパルタ教育なんだね。力溜めてる。えらいよ、それ怒ったんだよ今。なんでうちの飼い主。いいぞ、またこれでも来るんだ、またあれが来るんだ。ダーンって若手呼ぶんだ、また若手。巨竜やるときには、うん、あのピオリムとかで素早さ上げとくと、はいはい、先に行動ができるかもしれないので、はい、仲間呼ぶ前に倒せたりとかっていうこともあるかもしれないので、うんうんうん、まあ、その辺もあればうまいこと使っていけるといいのかなと思うんですけど、まあ、ただまあここの辺ぐらいだったらば、まだゴリ押しはいけるんじゃないかなって気がします。全然いけますよ。今日はもう本当にどんな形でも勝てばいいから。うん、いやもういつだってそうだよ。おぉ、すげえ。呼びすぎない。いやいやいや、ちょっと待って待って待って、呼びすぎ問題だよこれは。田舎のヤンキーじゃないんだからこれ。友達呼ぶわ。すげえ来たもんね。5分できちゃうからね。ああ、スピディオが止まり続けてますよね、ずーっと。しょうがない、止まる方が悪いです。かわいがって、犬を。いいぞ、うんうんうん、そうか。じゃあ俺はでもザオリク要員にしたい。ザオリク要員にするためには一個も使いたくないの、本当は。残しとかないで、ね、あれでも自動 MP 回復あるんで。いやでもそビビたるもんですよ、だって。ビビたるもん。50とか回復するならいいけどね。13。自分で選んだ方がいいな。そっち側に、そっち？もう回復。マコロリン。これいけそうだな、これいけるんじゃないかな、これ。うーん。あっ！うわ。おおって言った。呼ぶね。いや、これもったいないんだよ。できる限りこう火だめは抑えていくには、この周りの呼び出された子たちも早めに倒していかなきゃいけない。そうですね、なるべくやっぱりあの早めにやんないと、それこそ AI 構造とかが他の、 あの HP 少ないところに飛んでいっちゃうので、なかなかこうね、あのドラゴンの方にこう、ドラゴン先じゃないんですか。まあ先の方はいると思うんですけど、呼ばれちゃったらば、まあ僕は先に周りをやっちゃいます、ね、ずっと呼ぶんだもん。でもその何ターンかは、そうなんで、それこそピオリムとかで素早さ上げて、うん、なんかそのやれる前に中払いに雑魚敵を倒させといて、ピオリムないもん。そこは特技転生で入れてください。難しいところですね。でもなんか勝てそうな感じがする。まあなんかあとはなんか MP が尽きないことを祈るぐらいですかね。そうですね、折り返しで呼ばなかったんで、チャンスっちゃチャンス。うんうんうん、うん、うえおお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 超強いじゃん。強いよ。俺の力ためが入ってたんですね。うん、勝てるな。もう真ん中しか攻撃しない、うん、これでもうほらいけるぞ。削り切れれば。もうちょっと噛み砕け。ダン。あー弱い。あー
あ呼ばれた。呼ばれた。でも全然全然大丈夫。ちょっとあれですね、MP がきつくなってきましたね。大丈夫です、大丈夫です。エホマラあと一発しか打てない。大丈夫です。ダメっす。どっち？ダメっす。いや、いけちゃないのかな。いける、これはもう、もう真ん中、真ん中メインでいく。うんなちゃんかいくぞ。うんなちゃんかいもうちょっと。もうちょっとなんだ。もったいない？火力もったいないな。いやでも今 MP 残ってるのってスペディオが結構比較的残ってるんで、生かしときたい、生かしておきたいな。じゃあ生かす。来るぞ、来る。弱点だから怖い。おおいや大丈夫、これで真ん中さえ、これでとりあえずこれで終わるから、これでもうドラゴンはバイバイ。あとはわあとは大丈夫です、ゆっくり、全然大丈夫、ゆっくり落ち着いて。よし強いぞ、やったー強い。でも割とあれですね、 MP 使い切りましたね。でもこれでこれでこの侵入終わりでしょ。そうです、全部終わりでしょ。終わり、ここは新力は終わりました、うん、これでもうないでしょ。ないですね、もうないでしょ。赤と緑で終わりでしょ。そうなんですか、うん、赤と緑でもう、もうこれでもう解放されたでしょ。これで次の白銀かな。解放されたあるのか。白銀だって強そう。いや、ね、今でギリギリだったけど、ね、すごい強そうだね。じゃあ次回これにヨキュンが、いえメインディッシュが挑戦しますので、ちょっと待ってくださいね。ヨキュン、はい、見てみろこれ。おうわぁ、ゴー様のカラオケだ。ほらこんなの用意されてたんだぞこれ。今日これ今日負けたらこれ着ろっていう。おい、もうコスプレ会だよ。俺企画ぶち壊しちゃったぞ。これからも着れんぞこれを。もし万が一これを着ることになったら、これを着るときは全裸だ。やだ、余計も全裸だ。何言ってんだこの人。いやー、ということで、やっぱり勝って終わるのはいいですな、ね、でもすごいギリギリの戦いで勝ててよかった、ね、うんうん、今はね、うん、でも次回はまた僕レベルアップしてますから、僕、うんうん、のモンスターも全部レベルアップして攻撃されるね。さあということでドラクマさん、まあなんか告知はまたこちら出てるんですか ね、 すね、多分出てるとは思いますので。え、こんなことが。そんなことです。はい、それからねジャス君、はい、ちょっとねこれからね、うん、クラゲとねドラクマさんで、うん、ポンポンポンって話していくから、うん、あのヨキュとジャス君ちょっと聞いてて、はい、聞いてます、黙って聞いてます。はい、あのね、はい、この、DQMSL、うん、第2章調子に乗るな、うん、もうね、うん、いやそろそろね、うん、調子に乗ってもいいんじゃないかなと思うんですよ、うん、見てる方がやっぱりね、いつもね。今も乗ってるよ。乗ってんの、乗れには乗ってるけど、どうしよう。まあなのでね、あの今回から6回にわたり、はい、簡単なプレゼントキャンペーンでもやっちゃおうと思ってまーす。感謝もいいんだよ、ね、そうだね。はい、ということでね、どういうことかと言いますと、うん、今回から毎回毎回動画の終わり間際に、うん、ジャス君が、うん、そちらにあるホワイトボードに、うん、文字を書いて、はい、そう出していきます、うん、キーワード、うん、そう、で、ユーザーの皆さんはそれをね毎回メモっておいて、うん、全部で6回ね、6回目の動画を見終わった後にこちらの下のコメント欄に、うん、そのつなぎ合わせた文字を書いてコメントしていただきます、うんうん、でね、正解者の中から抽選で、うん、ね、何人にしようかな、うん、そしてね、豪華、うん、豪華かな、どうしたどうした、うん、プレゼントどうしようかな、
うん、決まってないんだから。いやもう、ほんとね、ありきたり、行き当たりばったりで作ってるから、思いついたら、ね。思いついたままでいいよ。いいよいいよ、そう、とりあえず行ってこう。わかった、あのね、毎回、うん、プレゼントをさ、一、うん、個ずつこう発表してって、マシマシにしてあげようか。あ、毎週、毎回、そう、今日、うん、今回よりも次回の方が多い。そう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 。ね、なんか、まだ決まってないから、いろいろ。うん、いいと思う。うん。見たも浅いので。ね、見切り発車で。うん。じゃあ、今回もう、6回のうち1回目だから、1名様でいいんじゃない？あ、名様。だからそっから2人とか3人とか増えていくのもありだね。そうそうそう、うん。うん。ま、とりあえず今はそれでもいいかな。うん。うん。考えてないんだもん。うん。はい。ということで、うん、視聴者の皆さんは、はい、プレゼントしてほしいものをコメント欄にも書いてください。うんうん、でね、チャンネル登録してる方の意見はもうこれなるべくね、うん、お答えしたいなと思ってますよ。チャンネル登録、うん、の人、逆にチャンネル登録してないやつなんでしてないの？何が気に入んないんだよ、ね、もうここまで見てたら君ファンだよもうそれ。はい、ということで、今回のプレゼントキャンペーンはこちら、うん、お題先行型、うん、何が何名に当たるかわからないプレゼントキャンペーン、うん、1名じゃないの？最終的にね、うん、何が何名に当たるかわかんない。はい、ということで、はい、まず一つ目はこちら、うん、ジャス君がね、ちょっとモニターが見えづらいって言ってたんだけれども、うん、番組のね、当初からずっとね、見ていただいた、うん、こちら、うん、スライムさん。あ、スライムさん、スライムさん、いいんですか？違うだろう。違うだろう。変わりはないから。すごい、一体しかない。ね、はい。先ほどのスライムさん、あの透明の方かな？これは余計のしぶつ。そうかそうか。余計のしぶつ。あ、じゃあ今ジャス君が持ってるやつ。こっち？はい、こちら、こちらね、サインをしてもらって、ユーザーさんにプレゼントしようかなと。はい、思ってますよ。それからね、ゴージャス動画スタンダード、うん、GM コインを5000コインプレゼントー。これはいい、これはいい額ですよ、これは、うん、はい、これぐらい持ったよ、ちょっと持ったな、うん、うんうんうん、まあだから、ジャスクがさっき言ってたように、うん、まあ、1回目だし、1名から1名わかんない、わかんない、いいよ、もう勝手に2名にしちゃう、2名にしちゃう、1、1で2名にしよう、2名にしようか、1、1で2名に、2名にしよう、うん、はい、ということでジャス君、はい、その、皆さんがね、コメントしなきゃいけない全6回分のね、うん、まずは1回目の、ホワイトボードに、何かワードをね、ワードキーワードでいいでしょ、キーワードでいいよ、文字一文字じゃなくていいでしょ、一文字じゃなくていいよ、文章でもいいんだよ。これでしょ、で、うん、このキーワードを6個分最後に集めるってことね。そう、はい、じゃあいいですか、うん、1個目のキーワードはちょっと僕きれいに書いて、あ、いいかいいか。こちらです、ドン、ハイパーレフト。ハイパーレフト、そう、これは動画見てないとわかんないね。わかんないでしょ、うん、動画見ててもわかんない。、うん、はい、さあ、ということで、うん、次回はね、一体どんなプレゼントになるのか、はい、そうですね、うん、また当選者がちょっとまた増えていくのか、はい、ね、この辺もちょっとお楽しみに、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、うん、ドランクエストモンスターズスーパーライト、うん、より頑張ってやっておりますんでね、うん、皆さんもよかったら、ね、やってない方もいらっしゃったら、もう今チャンスですよ、もう余裕ぐらいはすぐ行きますからね、そう、すぐ行ける。はい、あと、なんですか、あの魔法の地図のどれにするかっていうので、なんだろう、どれにすると思いますかって予想をね、はい、立ててくれて、コメント欄にね、当たった方、当たった方、うん、前回の放送で、うん、それ当たった人は、うん、ゴー様が、うん、すっごい褒めると、すっごい褒める、ほう、うん、ね、この方、ね、うん、呼び方が分かんなかった、うん、この国長さん、国長さん、白玉さん、白玉さん、もおとふじさん、おさむさん、おさむさん、おさむさんね、かおる、中村さん、ステアさん、やせきさん、うん、すっごい。すごい、当たった。すっごい、ほんと。出ないよ、6名。すっごい。言い方じゃねえか。言い方でしょ。
公約、公約果たしました、はい、公約を果たしました、はい、いつも見てて褒めさせていただきました。他にもね、皆さん書いてくださった皆さん、今から、ね、ありがとうございます。外れちゃった方、外れまた次ね。ということで、はい、お楽しみに、はい、バイバーイ。バイバーイ。黒川さん、今日はいたまま。あ、いますね。アンクロホーン、アンクロホーン、ちょっとさっきもうなんかステアのもうステイしてるステイ、ちょっと分からない、ステイ近づけてる、ね、謎ですけど。また次回。